誘導無線とは、無線通信における、伝送手段の一種で、地下鉄や公道などの閉鎖された場所や、ホテルや、コンベンションホールなどでの同時通訳、劇場のイヤホンガイドなどに広く用いられている、方式を言う。線路沿いに貼られた、誘導線に交流電流を流し、その際誘導線から発生する交流磁界によって、車両に付けられたアンテナとの間で、無線通信を行う。 構造上、誘導線に流した電流を発信機に戻す必要があり、機線と呼ばれる別の導線を必要とする。機線は誘導線と同じような導線を用いるが、レールを機線代わりにすることも可能であり、機線の種類から全車を金属回路誘導無線、後車を第一キ路誘導無線と称する。つまり、導体を通信線として使い決められた。 高周波によって通信する方法である。空間波無線が数百メガヘルツの周波数帯を使用する超短波などのマイクロ波を用いるのに対し、誘導無線は大抵数百キロヘルツの周波数帯を使用する超波を用いる。また、空間波無線はアンテナから比較的離れていても障害物が少なければ無線通信が行えるのに対し、 誘導無線は誘導線から数メートルの範囲でしか無線通信を行うことができない上に踏切事故等で誘導線が切断されると通信不能になる。一方で空間波無線はトンネル内や地形や気象等などでは俯瞰地帯が生じ無線通信に支障が生じる場合があるが誘導無線では付近に誘導線があればそれらの影響を受けることなく良好に 無線通信を行うことができる。また、渾身の恐れが少ない長所があるものの、周波数帯が低いことにより、周波数帯域幅が大きく取れないため、通信回線数を多く取れず、またシャノンハートレーの定理により通信の容量が制限されることや、通話の信号帯雑音比があまり良くないこと、などの短所がある。他の無線通信に障害を与えないよう、漏えを、 最小限にするため、厳しくその基準が定められ、誘導無線は公衆派利用設備としての許可を受けなければならない。これらの理由から、一般的には地下鉄での列車無線に広く用いられているが、後に漏洩同軸ケーブルを線路沿いに、張り空間派無線を運用するケースも増えてきている。列車用誘導無線を日本で、 初めて導入したのは1952年導入の阪神電気鉄道で国際電気製であった。地下鉄に採用例が多いが、地下鉄との直通運転を頻繁に行う、京成電鉄や京浜急行電鉄、北総鉄道、北大阪急行電鉄の全線や近畿日本鉄道の軽阪な線などでも採用されている。かつては、 地下線の区間が短く地下鉄との直通運転を行っていない相模鉄道でもこの方式が採用されていたがデジタル空間派無線へと更新したその他地下線を有する京王電鉄や阪神電機鉄道長野電鉄でも採用されていたが現在は空間派無線に変更されている東京地下鉄においては南北線を除く路線で直接結合方式を 採用している。この方式は、駅間においては、車両の進行方向空きに設置した、誘導河川と、車両側面アンテナで結合を、駅構内ホーム部では、線路間に付設した2本のケーブルを用いて、車体床下,下にあるアンテナを使用して、結合を行うものである。この誘導河川と、車上アンテナの誘導結合方式を直接、結合方式とも言う。 また車上アンテナは約20メートル、床下アンテナ約10メートル離れており、間隔が空いても通信が可能なようにしている。京成電鉄、都営地下鉄浅草線などでは、第一機の間接結合方式を採用している。この方式は、河川付近に張られた誘導線と車両上部に設置したアンテナで結合するもので、第一を基線として用いる。 これにより誘導線の数を1本にすることができる。無線局の解説は、電波法により免許が必要となるが、誘導無線の場合は、電波法第100条、第2項により、公衆波利用設備となり、公衆波利用設備許可状が必要になる。電波法上の無線局ではなく、公衆波利用設備とされるため、運用に際して、無線従事者免許は、必要ない。ありがとうございます。